マトラーのビシュヌ神像、クリシュの寺院前の古い街並みマトラーは、インド北部のウッタルプラデーシュ州にある都市。インドの首都ニューデリーから145キロメートルほど、南にタージマハルがあることで知られるアーグラから50キロメートルほど北に、位置し、ヤムナー川に面している。人口29万8827人。ヒンドゥー教の七大聖地の一つで、街の中を流れるヤムナー川には、 ガートと呼ばれる、沐浴場があり、巡礼者が身を浸す。インド神話で、ビシュヌの化身とされる、クリシュナの記事とされている。誕生したとされる場所には、クリシュナ・ジャナムブーミという寺院が混流されている。バーガバタプラーナによると、ヤムナー川はクリシュナが退治した独蛇の王、カーリアの住みかであったとされ、カーリアが川を去ることで正常な水を取り戻したという。ヤムナー川は、 下流の都市、イラー・ハーバードでガンジス川へと合流する。古代において重要なキャラバンルートの分岐点に位置し、交通、経済の要所だった。紀元前6世紀の16大国時代には中羅星な国の首都となった。その後統一を果たしたマウリア朝、及びそれに続く春賀朝の支配を受ける。クシャーナ朝の下ではカニシカオによって副都となる。 紀元1世紀にはこの地にジャイナ教徒がいたことが考古学調査からわかっている。また古来より仏教徒が多く重視寺院も建設され、クシャーナ朝時代にガンダーラとは異なる独自の仏像様式も生んだ。しかし8世紀頃よりヒンドゥー教に勢力が取って変わられた。2 0七年、イスラーム系のガズニーサによるプラティハーラ朝への進行で町は蹂躙され、寺院や 肖像も破壊された。16世紀、ヒンドゥー教の学者たちによりこの地がクリシュナの生誕地であるとされた。マトゥラーは古代インドにおける美術、仏像の街と言われている。同時期に発祥し、ギリシャやペルシャ、インド等の影響を受けたガンダーラ美術とは異なり、マトゥラー美術と称されるそれは土着的なインド特有の美術様式を備えている。特に、 インド中部における仏像政策に関しては中心とも言える都市であった。マトゥラー美術はグプタ朝時代に最盛期を迎えたが、5世紀頃に進行してきた遊牧民エフタルによる仏像破壊によりその幕を下ろすこととなるエックルの石油生成工場があり、これはアジア最大の製油所である。ニューデリーとコルカタを結ぶ NH-2 号線がこの町を従環し、 ニューデリーとムンバイを結ぶ鉄道もこの街を通る交通の要衝である。ありがとうございます。